量子甲冑三式工具か。歌劇団隊員だけが持つ霊力で動く対コーマ用の戦闘兵器。優秀な機体だが、今や主流は量子戦闘機だぞ。さすがに時代遅れだろう。おまけにどう見ても整備が行き届いていない。こんなので出撃できるのか。予算がありませんから。カオルさん。神山さんの言う通りです。この機体でコーマと戦うのは難しいでしょう。でもそれじゃあコーマが現れたらどうすれば。スミレ様もおっしゃっていた通り、上海歌劇団に頼っているのが現状です。確かに駅で俺を守ってくれたのも上海歌劇団の機体でした。どうしようもないとはいえ、悔しい話ですね。そう思っていただければ幸いです。あなたはこの状況を打破するために隊長として呼ばれたのですから。はい、分かっています。スミレ様の夢を叶えるために強い花組を作り上げてください。ところで予算がないってどういうことなんですか。文字通りの意味です、神山隊長。帝国歌劇団はスミレ様のご尽力でかろうじて生きながらえているだけの組織です。政府にも軍にも、そして神崎重工にも歌劇団を援助してくれる人はいません。そんな状態でコーマと戦えと。無理ですか。ええ、無理ですね。コーマは強敵です。隊員たちの命を無駄に捨てさせるわけにはいきません。その不利を覆すためにあなたが呼ばれたのではないのですか。ああ。ですが、スミレ様はあなたに期待しています。何とかお願いします、神山隊長。わかりました、微力を尽くします。ありがとうございます。ところで、俺の機体は見当たらないようですが。ありません。え？今はまだありません。予算が下りればそのうち用意します。そのうちって、はあ、まあ仕方ないか。予算もない、期待もない、整備の人材だって不足している。なんとかしたいけどどうにもな。まあやれる範囲でやるしかないか。仕方ないよな。ん？